はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のゆうです。さあ本日なんですが、皆さんは超魔人イドという激キモモンスターご存知でしょうか。このモンスターね、簡単に言うとゴミなんですよ。あのイドロックっていうね、あのギミック聞いたことある人もやられたことある人もいっぱいいるかもしれないんですけども、このモンスターどういう効果を持ってるかっていうと、このカードがフィールド上に後手が表示で存在する限り、自分はモンスターを通常召喚、反転召喚、特殊召喚できないということで、まあセットもできないですね。セットもできないから通常召喚だから、まあだからモンスターを出すことが基本的に許されないということなんです。アドバンスセットもできないし、アドバンス召喚もできないし、特殊召喚もできないし、反転召喚もできない。で、超魔人イドって相手に送りつけた瞬間に、相手モンスター一切出せなくなるんで、まあ実質バニティスペースみたいな感じになるわけですよ、相手だけ。で、これをね、送りつけるギミックが、あの今まではね、結構いろいろあって、若津楽園とか、最近禁止になりましたよね、マスターデュエルでは。禁止だったら若津楽園とか、まあいろいろあったんですけども、ラビレンスっていうぶち壊れギミックが、追加されたことによりまして、簡単で通常トラップカードがセットできるようになっております、現状。ということはですよ、ギブアンドテイクがね、簡単に打てるんですね。で、ギブアンドテイクってこれどういう効果を持ってるかっていうと、自分のフィールドのモンス表が表示のモンスター対象に、自分の墓地のモンスターを相手の場面に送りつけながら、レベルを上げるよっていう。だから、自分の墓地に、井戸があれば、相手の盤面に井戸を送りつけながら自分のモンスターのレベルを上げれると。で、要は、井戸を送りつけることができるカードなんですね。で、通常はなんですよ。で、井戸を、墓地に送るカードもありまして、これデーモングリッチって言います。はい、自分のフィールドの悪魔族モンスターが存在する場合にフィールドのカードを破壊しながら、デッキから悪魔族モンスターを墓地に送ると。あ、これちなみにのどかな埋葬とかでもいいですね。のどかな埋葬っていうこのカードもあるんですけど、これもデッキからモンスターを墓地に送れるんで、まあ、こういうカードでもいいです。こういうカードで適当に移動墓地を送るじゃないですか。でその効果に、チェーンして例えばギブアンドテイクを、まあ、セットするとレディの効果で。で、セットした段にトラップカードを打てるようにするカードがクックロックとか、王家の神殿とかあるんで、この辺のカードを、使って、まあ、セットしたトラップカードをゴリゴリに、まあ、打っていく、まあ、そういう感じのデッキになってます。はい、結構決まります。イドロックしたら勝てるっしょ。大体どんなデッキでも。ということで早速ね、このクソギミックをお見合いしていきましょう。デュエルスタンバイ。ギブ&テイク来てるやん、最強か。ギブって来てる、なるほど、ギブって来てるのはでかい。ラビレンスサーバンツアリアンナを召喚、効果発動。これやっぱ最悪止められても、あーなるほど、止められない、止められない。てか止められてたらやばかったわ普通に。どうしようかな、家具かな。てかなんかさ、結構最近あの動画でラビレンス目立ってくださいみたいな意見結構いただくんですけど、皆さんラビレンスあんま好きじゃないですか。みんなあんま、皆さんラビレンス好きじゃない、もしかして。ちなみに僕はラビレンスめちゃくちゃ好きなんですけど、こんなにクソデッキたくさん作れるデッキなくないですか。まあ理由ゴミだけど、まあ理由ゴミなんだけどさ、こんなになんか何クソみたいなデッキいっぱい作れるデッキないから、めっちゃ俺好きなんですけど、ちょ皆さんはあんま好きじゃない感じですかね。とりあえずクックロック特殊召喚しちゃっていいですね、これ。はい、でビッグウェルカム発動しましょう。でビッグウェルカムで、チェーンしてレディの効果発動して、でこれでですね、まあのどかな埋葬みたいなカードを、まあ、セットすればいいので、まあこれはまあデーモングリッチか。はい、デーモングリッチでビッグウェルカムの効果で特殊召喚するのは白金の城のラビレンス出して、でラビレンスクロックを手に戻す。で効果発動、チェーン1、白金、チェーン2、装備で、ですね、これで装備特殊召喚されて、で白金で相手のハンド破壊して2回のビッグフット。なるほど、いや結構高校まくり系の暗黒界か高校まくり系のデッキはどっちかな。でビッグセット、まあちょっと分からせていくか。じゃあ分からせに行きますよ、まあ、このゲームがどういうゲームかっていうことをね、このゲームがどういうゲームかっていうことを完全に分からせに行きます。ですね、ドロフェ、デーモング
リッチ、あ、先にこれクックロックぶん投げていいか、クックロックぶん投げる。で、デーモングリッチ発動しましょう。で、デーモングリッチの、効果で、ちょっともったいないですけど、爆破しましょう、ストービーを。で、レディーの効果チェーンして発動してトラップカードをセット。これね、やっぱね、クックロックがあるとテンポ取れるからね、速攻バンバントラップ打っていけるのめっちゃ強いですよね。何しようかな、セットするカード。結構なんでもいいな、これ。これ結構なんでもいいな。まあ一応制圧力が高いカードするか。これこうですね。次元障壁からのデッキカード墓地送ります。で、悪魔族墓地送れるんで、これで井戸送ります。ラビリンス効果チェーン1で、アリアンナ効果チェーン2で、チェーン3ギブアンドテイクで、対象は、イドと、レディで、これで、レディをがレベル上げながら、相手のフィールド上にイドを送りつけ。これ急に上げちゃう。で、テクナルカード破壊でライスト。ゴードン、あ、いいよ。いや、全然どうぞ。全然いいっすよ。これ、超魔人移動、大丈夫かな。そんなモンスター、やばい！サンボル強っ。あんま関係ないか、でも。レディ知らねえし。いいや、それは。まあ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 、いいでしょう。やるじゃないですか。なかなか、僕のラビリンスちゃんを勝利するとは、なかなかやりますね。ですね。どうしよっかな。ビッグ打っていいか。ビッグ打って、打ちますか。ビッグ打ちましょう。で、これ墓地から蘇生でいいかな。まあ白金の白出して回収でもいいか。なんでそんなさ、井戸なんていうモンスター出しちゃったの。そのモンスター出たらさ、モンスター召喚特殊召喚できないの知ってるでしょ。どうしてそのモンスター出しちゃったの。どうしてそんなモンスター出しちゃったの。かわいそうにな。もう相手の手札のモンスターも多分ね、今ね、大泣きですよ。僕ら先生、僕たちのなんか効果一切使えませんみたいな。レビセッツ OK で、クックロック効果はいで、戻していいから特殊しとくか。はいはい。で、これでドローでですね、ビッグってクックロック回収して、レディで破壊したら勝ちかで、レディ行こうか。これでウェルカムかなんかセットしていいかな。さあ蹂躙劇が始まっている。イドロックで相手の動きを完全に封殺して、3ターン目くらいに自分で井戸を破壊しながらワンキルを取っていくスタイルね、これ。ゴミすぎ。ゴミすぎる、このムーブ。で、これで、ウキクロック回収。おい。クソ、クソすぎるだろ、これ。このギミック、ゴミすぎんか。さあ、いや、これ、マジでさ、ビッグエルカも本当に強いな。こんなに強い、これ。自分のモンスター戻せるのぶち壊せるわ。で、手札のカードを破壊しません。で、井戸破壊します。さようなら。はい、ありがとうございました。はい、はい、バトルフェイズ。あ、なんかある。なにこれ。なんかあるぞ。なんだ。ダニー、リーカー狂ったやんけ。あんた、村雲って。いや、まあね、でも、まあ言うてそんな関係ねえか。え、俺、レディ3枚入れてたよね、俺。確かレディは3枚入れていたはず。クックロックぶん投げる。はい。で、ウェルカム打てるようになりました。で、モンスター攻撃に続けましょう。あと5100でしょ。で、これで2450突破して、で、3000殴る。え、もう1枚入ってるよね、俺。
ウェルカムハト、もう一枚入れてだよ、ちゃんと俺。あ、入ってる、危ねえ。で、トーク召喚、はい。はい。なんか全員勢揃いしました。デッキの中に入ってる、なんか、姫様全部集合した。これが遊戯王マスターデュエルです。どうやら理解したようですね。第3位でした。あー、割とこれはね、決まりやすそうなハンドは知ってるな。大体王家の神殿来てれば、いけると思うんだけど、どうしようかな。これクックロックぶん投げるか。クックロックぶん投げて、で、レディー・オブ・ザ・ラビリンスを爆弾させる。で、王家の神殿発動して、打てるようにしといて、これやばいな、これやばいな。デーモングリー、これちょっと爆破し合いでいけ、あ、神殿破壊すればいいのか。神殿破壊すればいい、神殿破壊すればいい、神殿破壊すればいい、大丈夫だ。でレディー・オブ・ザ・ラビリンス効果発動して、ギブテアルでしょ、ギブテアルからね。どうしよっかな、これはね、ビッグいっか。なんかちょうどなんか1枚とか2枚ぐらいしか採用してなかったカード、なんか普通にスビートで強いのこれ。でデッキからカードをもちろん墓地送ります。で、移動を墓地送っていく。はい。あー、相手びっくりしただろうなこれ。さあ、チョーマーティン移動が、墓地に行ってしまったため、私の最強トラップギブアンドテイクがぶち込まれていく。さあ、対象超魔人移動、対象レディ、レディのレベルを上げながら、超魔人移動を墓地から相手のヘッド上に特殊召喚。はかなくらうんでね、ちょっとそこだけ微妙なんですけどね。はい、どうしよっかな、何でもいいな、セットすんの上次元召喚がしよっか。はいはい、でギブってここにあげます。はい、どうぞ差し上げます。これあー、君はこのターンモンスターを召喚、判定召喚、特殊召喚ができないからな、よろしく頼むぜ。クソギミックすぎる。ボーリューのストレイン、やべえ、なんだこれ。あ、このカードが魔法ドロップゾーンに存在する限り宣言されたカードの効果が発動された際に、その効果を発動したカードの元々持ち主のライフ半分になる。やば、チキンレース。はい、なるほど、ボーリューのストレイン2枚発動。なるほど、なんだこれ、自作デッキこれ、チキンレース。あ、わかった、やばい、わかったわ、やばい、いやこれドローさせない方がよくね、これ。ちょっと待って、ちょっとやばいぞ。これチキンレース、ちょっとやばいやばいやばい、これドローさせない方がいい、これドローさせない方がいい、これドローさせない方がよくね。いやこれわかったわ、いやこれちょっとやばいっすこれ。これ超魔人移動全然関係ないかもしれん。ちょっと待って、白金の人のラビンス出すでしょ、出して戻して破壊してチキンレース、いやこれチキンレース破壊したら止まってくれるかな。で戻すのこれで、白金の人のラビンス効果発動する。これね、手札じゃなくてね、これ破壊しよう、チキンレース、これで1枚ドローできなくなった。これ止ま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 れよ止まれ。疑似空間、うわこれチキンレースコピーされる、やばいか、待ってくれ。いやでもそんな手札3枚でしょ、いや言うてでしょ。でライフめ、え、何これ自殺デッキじゃないのやつで、どう考えても、いやほんまにやばいんだけど。いやちょっとね、俺ね、アームズホール、デッキの1枚のカードを墓地送ると装備カードを手札に加えることができる、このターン通常召喚できない、風魔手裏剣ですよね。やばいなやばいな。ちょっと待って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 、言いそうじゃねえか。守れレディ、俺のライフを守れレディ、なんでか俺のライフが250になっている。うわあ！そんなバカな。